どうもこんにちは加瀬です今日は2022年の5月の5日木曜日なんですけども、えー、金曜日の動画として今録音しておりますよということで、えー、今日は、えー、ゴールデンウィークの中日を折り返したところというところかなと思います。で私としてはですね、えー、このゴールデンウィークを有意義に過ごしたいと思っていて、ちょっと今スケジュールとかを確認しているところなんですけど、 まあ、やりたいこと、やらなきゃいけないことが山積みの状態で折り返してしまったかなと。まあ、そんな感じで今日、えー、まあ今、スケジュールをチェックしているというところなんですが、まあ今回はですね、まあゴールデンウィークのー真っただ中ということもありまして、あのー、昨日ですね、えー、ちょっと潮干狩りに出かけるという、まあそういうイベントがありましたから、えー、まあその時の写真を背景にですね、えー、まあゴールデンウィークの今というところで、 私なりに感じた、こう、今の私の身近な経済状況とか、あと、まあ、あの、国内情勢、国際情勢、まあ、特には国内情勢ですね。そういったところを私なりの視点でお話しして、記録に残していくという、そういった意味合いでお送りさせていただこうかと思います。あの、私としては今回の動画をですね、今の、まあ、いわゆるコロナ禍の今という形で、 えー、お話しさせていただこうかなと思っておりまして、で、先週の金曜日にですね、2年前の今ということでお話しさせていただきまして、えーまあ、コロナ情勢のスタートした地点が、まあ、2年前の、えー、武漢というところだとお話をしておりましたが、まあ、あれからですね、本当にいろんな情報が錯綜して何が本当かもうさっぱりっていうのが正直なところなんですよね。えー、まあ あのそういったところも振り返りつつ、現時点でのですね、えーまあ、私が、あのーまあ、観光地で感じた、まあ、コロナ情勢というところで、えー、今日はお話をしていこうかなと思っております。えー、まずですね、まあ、一番の思いというか、ポイントというか、あのー、今のコロナ情勢を、まあ、観光地というかですね、まあ、あの潮干狩りに昨日出かけたという点でお話しすると、 やはりこう、観光がちょっとだけ復活する兆しを感じたというところがあります。ただし、これはちょっとメインではなくて、ちょっと復活と言ってもですね、やはり打撃が大きすぎると思っていまして、あの、まあ、コロナ情勢というのは、あの、イメージとしてはですけども、その、借金をして生活を食いつないでいる、まあ、あの、貧しい家庭みたいなものをイメージして、 おりま,すまあそれが本当に正しいかどうかというのはちょっと別にしてですね私がイメージしているものはあの本来であれば生産的なものを、えー、まあ日々こう積み上げていってそれで国家が成り立っているというものをですね生産的なものに大きなブレーキをかけながらあのやっていこうとしていてでそれがもう2年以上続いているということですからうんまあイメージしていただくと まあそうですね。ちょっと家庭と、まあ、ブレーキの話をしましたけど、まあ、ブレーキのイメージで考えていただけると、あのエンジンは普通に回転させてるんだけど、あのブレーキをかけてるというイメージですね。ね当然ですけども、エンジンをかけているということはエネルギーを消費しています。そしてまあブレーキをかけているということはブレーキパッドをすり減らしているというイメージを考えてほしいかなと思います。あの普通に考えればですね、メンテナンスをすれば、 あの、車っていうのはですね、えー、メンテナンスをして初めて、あの、長期間に利用することができるという考え方をイメージしてほしいんですけど、今の私たちの経済圏というのは、あの、エンジンをかけながらですね、全力とはいかずともエンジンをかけながらブレーキをかけているっていうイメージで考えていただきたいと思っております。 あのなんでそんなブレーキかけるのかという話なんですよね。なんでブレーキをかけるかっていう理由は、もうそれはその未知のウイルスが流行っているという、そういうあの社会情勢があるからなんですよね。まあ、皆さんご存知のの通りコロナ禍というのは いわゆるそのブレーキをかけなければいけない警告なんですよね。で、ブレーキをかけなきゃいけない警告を浴びせられながら、私たちはあの車の運転をしているということですから、当然ブレーキパッドが減ってるんですよねと。で、ブレーキパッドを皆さん、交換したことがある方ってほとんどあのイメージないんじゃないかと思うんですけど、あのだいたい車乗ってて、ブレーキパッドとかを交換するっていうのは、結構な修理がかかるんですよね、修理費用かかるんで。 あのなかなかそういうパターンってありません。なかなか見受ける方少ないんじゃないかと思うんですよね。あのーまあ、かなりこう車を利用されている方であればで、気に入った車に乗っている方であればですね、まあ、ブレーキパッドが減ったのであれば修理をしてでも使おうという考え方をしている方もいらっしゃるとは思うんですけど、えーまあ、一般的に車というものをですね、えー、普通のツールとして使っている方であれば、 まあ、ブレーキパッドがなくなってしまったら、こう、車自体を交換するとか、まあ、そのぐらいですね、ブレーキパッドを変えるっていうのは結構、あのー、まあ、大掛かりな、まあ、手術が必要だっていうニュアンスだと、まあ、捉えていただきたいと思います。ちょっと私も車はそんな詳しいわけじゃないんであれなんですが、えー、ただブレーキパッドを消耗しながら、その車に乗ってるっていう、まあ、通常の消耗じゃないということをですね、イメージしていただきたいと思います。えー、私たちの、 ちょっと車の話はここまでにして、えー、私たちが経済圏を動かして生活しているというのはですね、あのー、今までがそうだったように、私たちが日常生活、な あのだらだらしてるとは言わないにしてもですね通常の生活を通常運転していれば私たちの世界経済まああの日常生活あと国内経済というのはまあ普通にまかなえていたわけです、えー、それにもですね、えー、いやそんなことはないよもう本当に大変な状況だったんだよという人もいます まあつまり何もなくても結構疲弊していってる国家という、そういう前提はあったんですよね。で、ところが何もなくてもじゃなくてもうすでに何かあって、えー、まあ何かあってっていう何かっていうのはコロナ禍のことなんですけど、それがあって2年以上、えー、変なブレーキをかけながら生活経済を動かしているっていう、まあそういうことですね。えー、そのコロナ禍2年以上の 日本の経済圏そしてまあ世界の経済圏ということを考えていただけると、えー、異常な事態がずっと続いているということですねそれをちょっとまず、あのー、皆さん認識あるのかなどうかなっていう感じなんですよね。えー、と私自身はですね、まあ、そもそも、えー、コロナというのはなぜ起きたのかという理由あと明確なその状況 まあその、まあ、理由ですね、なぜ起きたかという理由については、正直わからないんですよね、これが。あのーまあ、パターンとしては2つです。1つは、もうあのー、自然にそういったその世界的な流れとして自然にウイルスが発生していて、でその自然のウイルスというのがですね、たまたま一年中、えー、そういった猛威を振るっているという可能性が1つ。 まあ自然発生的な、い、まあ、わゆる世界人類の運命的なあの状況でそうなっているというのが一つで。もう一つはですね、このウイルスというものを、えー、誰かが世界に、えーまああのー、発生させてで、その発生させた側とそれを受ける側というそういった状況が起きているというこのパターン二つ目ですね。えー、も,うもうその二つしかないかなと思っています。でえーまあ、それは発生原因ですけど、 で、その発生原因を受けて、我々の社会がどういうふうに動いているかというのは、これ世界各国様々ということなんですよね。だから、まあ、発生原因が何であるにしろ、私たちはサイを投げられた状態にあるんですよね。サイを投げられた。つまり、コロナというサイコロを投げられ、まあ、コロと言いますけど、コロナというサイを投げられて、私たちはその出た目に対して、どういう行動をしているかといえばですね、 まあ、先ほどから申し上げている通り、私たちの国は、えー、ブレーキをかけながらエンジンを動かしているということをしているんですよと、まあ、そういうことをあの私としては、まあ、感じます。 でまあ、今の例えとか比喩が分かりやすかったかどうかはちょっとあれなんですけど私としては分かりやすくお話したつもりなんですがブレーキをかけながら車を運転していたら車が結構大変なダメージを受けるんですよねだから、まあ、これを国家,国家経済に当てはめるとすれば借金をしながらその借金を食いつないで、えー、生活しているという感じですね、まあ、ちなみにその借金をして、 まあ通常の日常生活の中で生産的な活動をして借金を返しながら借金と同時に、えーまあ、自分の家計であり国家であり、えー、会社でありを動かしているということなんですけどまあその原資はどこから出てくるかということなんですよねまあ例えば、まあ、1000万円借りましたと1000万円借りてで毎月100万円の経費と えーまあ、収益があって毎月100万円の経費をギリギリ、えー、1000万円あればなんとかそのやりくりできるという状況であればその1000万円を借りましたと言いますけどどこで借りているかというと、あのーまあ、わかりやすく一言で言うと税金から前借りしているような状態なんですよね。 だから税金から、まあ、いわゆる補助金であるとか、あの支援金とか、まあそういったもので会社を動かして、で、月々の生産っていうのが激減しているので、あの、賄えないから借りてるんですけど、まあその激減した収益を使いながら、さらには借金を使いながら、借金を返しつつ生活をしているという、まあその経済活動しているというのがイメージかなと思います。 えーまあ、なぜそういう話をするかというと、まあ、昨日ですね、私はその、まあ、まず家族と一緒に焼肉屋さんに行ってきたんですね。食べ放題の焼肉屋さんに行って、で、その後潮干狩りをして帰るというプランだったんですよね。えーまあ、これがちょっと昨日の出来事のお話なんですけど、まず焼肉屋さんに来ました。で、焼肉屋さんに行って12時前に着いてですね、開店と同時に あのー、言ったんですけど、まず、手を洗ってください。で、あのー、まあ、消毒してくださいと。で、説明をするときに、その、今こういう状況ですから、手袋を必ずしてくださいね。マスクを必ずしてくださいね。っていう状況下の中で焼肉を食べるんですよね。えー、私はあまり外食そんなしないんで、 あ,のあんまりイメージがなかったんですけどこれには驚いたんですよねまず手袋を全員してからあの <laughs> 食べ放題なんですけどバイキングの,あのビュッフェの中動き回って手袋をしてからその焼肉を取るっていうこの煩わしさというかあの手袋しなきゃいけないんですよね変な薄い手袋をもらってで薄い手袋をもらってマスクをしてで店内うろうろして で結局、肉を食べて、でもその手袋しながらもう食べるんですよね、その薄い手袋ハグの面倒なんで、手袋しながら肉を食べて、であのマスクをちょっとこう口のところにずらしてたら、マスクをしてくださいって店員が見張ってるんですよね、でその <laughs> 店員の仕事っていっぱいあると思うんですよね、まずは肉を運んだり、お客さんの世話をしたり、掃除をしたりとか、いろいろ仕事があるのに、マスクの監視役が1人いるんですよね。 で、監視をしながらマスクをしてくださいっていうのを結構何分かおきぐらいにこう、あの店長みたいな人が見回りに来てマスクをしてくださいって言われるんですよね。で、手袋をしてくださいでマスクをしてくださいって言われて、この焼肉の状況の中で、あのー、めんどくさって思ってしまいましたし、あのー、ちょっともう行くのやめようかなって思ってしまったんですよね。まあこれはもう私の感想なんで、 せっかくみんなで家族でご飯食べに来たのになんかこう見張られたようなそんな食事って面白くないと思ってしまったんですよね。ああ、こんなことならもうわざわざ外食するよりも自分たちで材料買ってきてから焼肉した方がいいわってなってしまって、 そうか飲食店ってこうなのかなっていうしかも特に、まあ、生鮮食品を扱うその食べ放題ですからねさらに気を,気を使わなきゃいけないというただこれってそのお客さん目線で考えたらうわだるってそれだけで済むんですけどこれ店の経営者からしたら大問題なんですよねああもうこうなったら焼肉屋にはもう面倒くさいから行かないってお客さんが気分で決めてしまったら 一気にお客が離れてていいってしまいます。で、また、あの、用意しなきゃいけない経費が増えるんですよね。手袋と消毒と、あとマスク、まあ、マスクも店に置いてはなかったんですけど、それはもう自分でしてるという前提ではありましたけど、ただでも、マスクをしてないお客に対しての対応だとか、まあ、いろんなマニュアルとかもこう変更せざるを得ないし、えー、それに対応しなきゃいけないと。 えこれって相当な店側の運営経費あ、運営費用としては大きなマイナスになりますし、イメージもダウンということなんですよね。だからもう焼肉食べるよりか、ラーメンとか食べに行った方がいいよってお客さんが思った時点でお客さんが激減してしまいますので、あの、 これは運営者側からしたら相当マイナスなんですよ。店員も雇っている。で、肉も大量に用意はできないし、用意して消費できない日があればそれは捨てなきゃいけないっていう。しかも管理もものすごく大変。で、こうなったら焼肉屋さんって多分潰れていくだろうなっていうのが私の感想でした。まあそれがまず焼肉屋の一つ、あの、コロナ禍の事情です。で、まああの、私はですね、結局、 まあその後焼肉屋を出てでホームセンターであのー、まあ、潮干狩りの道具を買ってですねでまあ潮干狩りしに行こうと思って漁場に行ったらですねなんとゴールデンウィーク中はやってませんっていう看板が立っててでそんなと思ってうちの家族の誰かがですねあのー、5月の1日から漁場が開いてるっていう情報をつかんでやってきたつもりなんですけど、えー、なぜか開いてなかった。 んですよねだから結局、潮干狩りはできずにあの海でちょろっと遊んで帰りましたというそういうことでしたで、なぜその漁場が空いてないかという理由はですね、あの判明はしなかったんですけど、まああの予想できることはいくつかあって、まあ、一つはですねあの食品偽装問題で、えー、まあそういったことがありましたから、そのまあ潮干狩りそのもののあの何らか対応に追われてる可能性は一つあるのかなと。 で、もう一つ考えれるのは、ゴールデンウィークにお客さんがたくさん集まってもらって困るっていう、そういう経営側の判断。えー、つまりコロナ禍の影響ということではないかと。まあ、これはちょっと私の予想なんで、はっきりしないんですけど、まあ、少なからずですね、ゴールデンウィークにイベントとして、あの、家族で遊びに行って、で、なんかこう、妙な、ぎこちない形で焼肉を食べて、で、結局、潮干狩りはできずに海でちょろちょろ遊んで帰ったっていう、そういう昨日一日になって、 でまあ私としては写真もいい写真が撮れましたし、えーまあ、あの子供たちですね甥っ子たちが楽しそうに遊んでいたのを見てでまああのじじいとばバばバが喜んでたのを見てそれを見て喜ぶという、まあ、そういう旅ではありましたんで、まあ、あの私そのものは別に満足してるんですけど。 まあしかし、これで社会が本当に大丈夫なのかなという不安は拭えないかなというところでした。だから結局としてですね、私たちが今起きている、起きているこの社会現象に対して、あの、まあもちろん、えー、一人一人ですね、個人個人はそれに対して対応していくという、そういう心構えを持って、あの、まあ、望んではいると思うんですけど、 ま、しかし、この社会情勢そのものがですね、あの、いつまで続くのかということに対しての、あまあ、疲弊ですね。まあ、そういったところが、あのー、まあ、今はまだ、その借金をしながら、まあ、ブレーキパッドを減らしながら、なんとか運転できてるんですけど、えー、例えば、焼肉屋が潰れ、そして、まあ、ホームセンターとかでもいろんなものの値段が上がって、で、 農林水産業がもういろんな、もうそもそもそんなコロナとかなくてもいろんな疲弊がある農林水産業が潰れってなったときに、私たちの社会がどうなるかという、そういう不安ですよね、将来、先行きの,あの漠然とした不安というものをですね、えー、私たちは常に、えー、まあ帯同しているという、まあ、そういうところをですね感じたかなというところです。 はいえー、ということで、まあ、一応、話としては以上かなというところですね、えー、私たちが今、現状、生活しているこの、まああのー、一般的なです、ね、日常生活の中で、まあ、ちょっとした、まあ、気休めである、まあ、ゴールデンウィークなんですけど、まあ、なかなかです、ね、厳しい現状を目の当たりにしたかなというところでした。 はい、えー。ということで、えーまあ、今回については以上かなと思います。まあ、あの、多分私の、まあ、たまたまのこの目線でお話ししましたけど、まあ、日常生活の中で考える不安っていうのはすごくたくさんあります。まあ、そういったものが、あの、世界的なイベントを通して、あるいは自分たちの地域的なこうローカルな情報を通して、えー、様々、いろんな形を見せているかなと思いますので、まあ、そういった点でもこれからも、えー、ニュースとして着目していきたいかなと思っております。 はい、えー。それでは、以上にしたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。